待っていたよ。ごめんね、待たせてごめんね。こちらの動画は、録画を3月29日にしております。前回から、ちょっと日にち経ってるんですけど、あのあとねマルチで集会場なんかもやって、このレザー装備も作れましたね。うん、マルチ楽しかったな。でちょっと見てくださいよ、これこれ見てください。じゃあじゃーん、あーちょっとターゲット会いづらいけど、五穀様の置物が福引きで当たりました。やったー。ではクエスト、残りのクエストやっていきましょう。こんにちは。はい、こんにちは。いいね、お団子食べて。はい、この社に住まう無法者、ジャグラス8頭だね。これをやっていきましょう。うん、はい、これやります。お待ちしております。はい、行ってきます。はい、飛んだ不定の輩にゃ。はい、やってやりますよ。いざ出発だ。で、そうそう、ふわくんのね装備もちょっと作ったんですよ。見てください、かわいい、かわいいね。みそにちゃんはちょっとまだなんで、次ね、みそにちゃんは次ね。支給品ボックス、よし行くぞ。くそ、あ、なんで降りたなんで降りたあ、今多分 R と B 押し間違えたんですね。あ、はい、ジャグラス、これです、これです、ジャグラス、ジャグラスさんです。はい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 。あ、でこの笛も、新しい笛が、作れたので作っております。これは虫素材でできる笛で、セロビセロっていう笛です。うん、いいね。うん、なかなか良い。この旋律がね、採取向きかなっていう、このスタミナ消費軽減とか体力回復とか、聴覚保護っていうのがあります。あと見た目もいいよね。セロビセロセロビセロなんでチェロですかね。あと音もね、とってもいい。なんかこのライズで初めて笛の音がいいなって思った。今までのちょっとどんな音してたのか思い出せないんだけど、うん、ストリングスでね、なかなかいい音だと思います。行くぞ。よし、そう、マルチね楽しかったですね。なかなか、うん、今回このレザーを着てるんで、採取も多分たくさんできるんじゃないかなと思います。そういうスキルがついてるので、じゃあ続きをやっていきましょう。この赤いね丸のところにいるんですけど、なんか討伐した後もずっと残ってるから、一歩前進。はいはい、いっぱい取れてるのかな。そう、マルチね、これの前にちょっとダブルクロスをやってたので、同じような感じで部屋に最初入ってみたりしたんですけど、それよりもあの酸化妖精っていうやつの方が気楽で良かったね、気軽で。あ、いた。はい、ジャグラス。はい、寝起きドッキリ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。はい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 。うん、じゃーんがいいね。
なかなかいい。無駄にはしない。そうなんですよね、あの参加要請だと一クエで、まあ、解散なんですけど、あのワールドの時にあった救難救援と似てるんですけど、私はどっちかっていうとこの参加要請の方が気軽でよかったね。まあただ今はね、にぎわってるからすぐ参加できるけど、人数が減ってきたらどうなるかなっていう感じはありますね。うん、よし、行くぞ行くぞ。もらっていく。まあそう、参加要請だと一クエで解散なので、その後ね、思う存分お供広場行ったり、防具見たり武器見たりゆっくりできるので、私はそっちの方が好きですね。あ、ジャグラスいた。よし、ジャンプ攻撃。よっしょい、当たらない。なかなか難しい。じゃんじゃん。助かる。虫笛もね、あの前から結構ある、あの歴代のシリーズに結構ある笛なんですけど、これスタミナ消費軽減っていうのは、あの今回初めての戦慄なんですよね。もともと無効っていうのがあって、競争薬と同じ効果なんですけど、その戦慄すごい好きで、結構その戦慄で肉いらずなハンター生活を送ってたので、今回この軽減っていうのがどんぐらい効果あるのかよくわかんないんだけど、肉が大事かもしれないですね。いただいていく。うん、上位に入ったらスタミナ消費無効あるのかな。ぜひ欲しいんですけど、軽減だけだとちょっと辛い。よろしく。よし、行くぞ。うん、レザーでたくさん取れてるのかな。よし、サンゴ。サンゴの素材も何気に結構必要なんですよね。この確かレザーも必要だったし、何かと要求されるので。寝てますね。起きない。爆弾でも起きない。あー、寝起きドッキリでいいダメージ出ましたね。爆弾で起きないのすごいですね。行くぞ。どんだけ深い眠りなんだっていう、うん、こういう素材を割となんだかんだ要求されるので取っていきましょう。はい、次次。あと2匹ですね。あ、ここにいましたね。じゃあこいつらで終わりかな。よし、はい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 、はいはい、よいしょ。あー、終わった。フィナーレ、フィナーレ。あ、猫が、猫来てるよ。アイル来てるよ。盗まれる盗まれる。気をつけて。あー、大丈夫だった。タケノコ取ってる、のんきに。あ、みそに頑張れ、クワくん頑張れ。うん、仕事するね。お友が仕事していますね。ん、あ、かけり虫、大かけり虫設置できますね。また無計画に設置してますね。羽長さんくれるかな。またくれるといいんだけどな。あ、もう一個ありますね。また無計画に設置するのかな。あ、設置してますね。
これ大丈夫かな、あといくつあるんだろう。よいしょ。わあ、すごいですね。狙ったかのように綺麗な終わり方しましたね。はい、またお供が非常に仕事をしている。うん、今回はまあ7分くらい、まあさっくり終わりましたかね。うん、いい感じです。はい、戻ってきました。ごきげんよう。うん、そう、フリーサイドクエストは常に、5個引き受けておきたいですね。適当なのでいいんで、5個絶対埋めときたい。うん、まあ、どうせ多分次も小型やるんで、小型でいいんじゃないかな。よし、よし。はい、で、このね、雑貨屋さんの半額セール、つまり福引き引けるのを待ち望んでます。また引きたい。うん、羽永くん、羽永くん、ちょっと大掛けに虫遅れよ。一体いくつあるのかもわかんないんだけど。うん、掛けに虫の練習してる。掛けに虫がね、とっさに出せないんだよね。 ZL をね、なんか分かってはいるんだけど、頭では分かってるんだけど、 ZL を押せないんですよね。はい、お供広場にやってきました。そう、ここね、見てください。新しくお供を雇ったんですよ。で、ここで今特訓中みたいですね。特訓ってここでするんだね。うん、真ん中でよく見えるところで特訓するんですね。はい、この園児と柳っていう音も今特訓してて、アキンドングリっていうやつで特訓してるんだな。炎がめっちゃメラメラしてる。今特訓中です。何匹か雇ったんですけど、音もちょっと見てみましょう。今ね、最初に設定しているお供がふわくんとみそに。ふわくんっていうのは、人間の年でいう40歳、ふわくの年でふわくんです。あの、ふわちゃんとは関係ないです。ふわくん、ふわくの年、40歳、結構いい年。この防具ね、めっちゃ可愛いよね。毛布とか、あの、首元に水かな、袋がついてる。そうで、もう一匹がみそにちゃん。こちらは、人間の年でいう30代みそじでみそにです。そんな感じ。ちなみに私、アライソはアラウンドイソジでアライソです。年齢をね、名前にしていくスタイルですね。で、こちらにいる、あの、交易船のとこで待機してもらってるのが、もう一匹、名前が出なかったので、ちょっと名前見に行きましょう。ガルクの、これですね。イザヨイくん。こちらは、人間の年でいう16歳ですね。16歳。はい。もう一匹、柳くんも雇いました。柳くんは、最初の名前が柳だったんですけど、非常にいい名前だなと思って、そのまま。柳くんは、87歳ですかね。いい名前。柳くん。で、みそにちゃんの他に、ガラスちゃん。こちらは、10代です。ガラスの10代です。で、園児は幼稚園児。ちょっと色も園児っぽい色。ね、幼稚園児。まあ、こういう感じで雇ってます。他にもね、いっぱい雇っていく予定はあるんですけど、だんだん名前に、あの、ネタが切れてきたので、元の名前が良ければね、そのままつけていこうかなと思ってます。で、こちらのいおりくん、あ、すいません、お忙しいところすみません。いおりくんのところで、スカウトしてきてもらったこういうお供の中から、こうピンときたやつをね、雇って、で、名前変えるやつは名前変えていこうかなと思ってる。
ガルクもね、なんかいろんなのいるけど、なんかどんな色でも可愛いよね。なんかよくわかんない、ありえない色でも可愛い、全部可愛い。こんな錦鯉みたいな色でも可愛いしね、この垂れてる耳のも可愛いしね、うん、こんな紫も可愛いし、もうみんなうちの子におなりって感じなんですけど、まあ、雇用可能数っていうのが限界があるから無計画に雇うわけにはいかないね。残念。可愛い。お座りしてんのか、おすまししてんの可愛いですね。何かって感じですね。あ、すいません。お忙しいところすみませんでした。で、木枯らしさんのところにも一匹ね、隠密隊を派遣してるんですけど、一匹なのにすごい頑張ってくれて、いろいろ取ってきて、タコに乗ってるのかわいい、うん。この端材とかね、取ってきてくれるの嬉しいですよね。これで防具が作れるので、頑張れ、頑張れ。で、こちらはね、なんか情報を得たので、この木を登っていくと、ここに、フクズクの巣っていうのがあって、ここにね、フクズクがなんかいろんなところからアイテムを拾って置いとくみたいなんですよね。それをちょっともらっていくって。今回は携帯食料でしたけど、ここで、アキンドングリとかも手に入る。はい、では早速ね、次のクエストに行きましょう。お食事、さっきちょっと忘れてたんで、お食事しましょう。はいはい、はいはい、はい、うさだんご。うん、このうさだんごね、左上が日替わりなんですかね。まだちょっとよく分かってないんですけど、左上いつも違うような気もする。うん、でいろんな効果がつくのでちょっとじっくり見ているんですが、どれがいいのかなあ。新しいのもあるね。復活術。うん、はあ、あ、これいいね。蜂蜜いいね、採取するのに。あ、わかるわかる、そうだよね、わかる。うーん、これいいね。お供指導術もね。うん、あともう一個ね、何がいいかな。なんでもいいんですけど、まあ腹減らず、うん、まあいろいろね試してみてやってみましょう。うん、すごい技術。かわいい。召し上がれ。ありがとうございます。うん、ふわくんはお水つけて、かわいいね。かわいい。はい、はい、お礼を言っている。指導術と腹減らずが発動しましたね。はい、では次。元気ですね。はい、こちらの整備の前の伊豆地大寺、整備の前、整備キャンプを整備中。あーあー、これ行ってらっしゃいませ。あれですね、サブキャンプ、キャンプを整備中なんだけど、うん、この時はまだ私知らないんですけど、まあ、今作もサブキャンプっていうのがあって、ここはメインキャンプなんですけど、もう一つこの地図の中にサブキャンプっていうのがあるみたいなんですよね。え、それのことかなと思います。うん、早送り、ここから早送りですね。あ、飛び降りている。そう、今回初めて動画っていうのを作ってるんですけど、なんか30分以内っていうのが一つ目安であるみたいで、30分にするにはちょっと長かったんで、ここで早送りをしてみてます。うん、
うん、うわくん、膝大丈夫。はい、今回はジャグラスじゃないね。もらっていく。いいね、うん、動画の編集ね、なかなか思ったより楽しくっていいね。まだ全然慣れないですけど。うわくん40歳なのに、どれどれ、40歳なのに、あんな膝を曲げて大丈夫。もうあんたも降りてあげなさいよ、もう、うん、降りてあげなさいよ、あんたも重いんだから。はい、はいはい、うん、よし、あ、ここに井槌がいましたね。よし、はい、早送りは終わりました。頑張れ、一歩前進。うん、赤い丸どっつかれた、赤い丸のところに、まあ、討伐対象の小型モンスターがいるっていうことなんですけど、これ普段のね、あの地図でも討伐対象じゃなくても表示できるといいなと思うんですけど、前の確かワールドには小型モンスターも表示できる機能があったような気がするんだけど、意外にね、この小型モンスターの素材が必要になることがあるので、あ、今アイテムスライダーをなしにして誤爆を防いでますね。いろいろ学んでる。何が出るかな、はい、順調だ。あ、いいね、このでもこの炭鉱、あの掘るやつね、これも1回になっちゃったのがちょっと私は寂しいんですよね。前みたいにカーンカーンって何回もするの好きだったから、1回で済むのがやや残念。うん、狭い、暗い、狭い、暗い、狭い、当たらない。当たらないの、ね、いい調子じゃないんだよな。いい調子じゃない時に限っていい調子だって言うよね。うん、いい調子じゃないよ。はい、行きましょう。あ、なんか光ってる、綺麗。あのね、鉱脈ね、そうそう、一回で終わっちゃう、カーンで。光ってますね、これ。そうそうそうですね。ただ私もこの時まだ知らないんですけど、この中にいっぱい虫、人玉取りとか隠れてるんですよね。なんか本当はあそこで武器振った方がいいんだけど、あの宝月の時に超気持ち悪い時にチュートリアルが出たから全く読んでなくて知らない。後で、かなり後になってから知るんですけど。はいはい、あ、ここら辺に確か井槌がいた、あ、いた、いましたね。あ、虫もいますね。虫の素材も結構大切なんで、この虫の武器のね、強化にも多分使うし、あと防具もなんだかんだ毎作私は虫の防具割と作ってるんで、あー、演奏攻撃がなかなかスタイリッシュですね、かっこいい。無駄にはしない、うん、虫の防具も作っていきたいな。よし、ね、あの演奏攻撃は無敵時間があるんですけど、全然使いこなせてないですね。あ、かけり虫ね。よし、で3匹になるんですけど、この3匹目が退社すんの早いですね。むちゃくちゃ早いんですよ、定時上がりが。すぐ撤収しちゃうから、これスキルとかつけたら残業してくれるのかな。なんか取ったなと思って3匹いると思ってると、なんかいざ使おうとすると、あれ2匹だみたいな、もういないみたいな、お先っすみたいな感じですぐ帰っちゃうので、うん、あんまり使いこなせてないですね。登るのはちょっと慣れてきた、うん、ちょっとずつですけどね。あ、いますね、井槌。あと3匹か、ここ2匹いますね。よし、よし、
じゃんじゃん。あ、爆弾。行くぞ。まあ、味噌煮はあのコレクトタイプのお供なんですけど、分取りタイプの。なんか爆弾たまに投げますね。すごい仕事する。2匹とも仕事するな。うん、あ、なんかこんな通路がある。よいしょよいしょ。人玉がたくさん浮いてる。よいしょよいしょよいしょ。あ、そうそうそう、綺麗ですね夜の。そうそうそう。あ、大かけり虫。うん、この先にいるみたいだけど。この滝は無理じゃねえか、登んの。こっから行けるか。うーん、いやー、ダメだ。あー、ダメだ。よし、もう大かけり虫があるからこれで行けってことなんでしょうね。よいしょ。あー、うん、滝はやっぱりダメなんですねきっとね。ツルツルしてるからくっつけないんでしょうね。でもう一匹これ大かけり虫上にいるのに全然この時気づいてないんですよ。この A ってね、出てるのにね。だからこれタイミングよく A をもう一回押せば、大かけり虫 2匹で上まで行けるってことなんだと思うんですけど、全然こう見えてない。そうそうそう。諦め悪く何度もトライしてますけど、滝に多分あれでくっつくことはできないんだろうな。よいしょ。無理だね。うん、諦め悪いですね。それ、あ、もういいや。やっと諦めた。また今度やってみたいと思います。はい、再び早送りいきましょう。あと1匹だもんね。あと1匹。よいしょよいしょ。あ、いましたね。ここはいっぱいいつもいるんだね。リポップしてますね。よし、敵だ。よいしょ。なかなか。はい、終わりました。うん、よし、いいですね。でこれでおそらく星1のクエストが全部終わったんですよね。なので次回からは星2のクエストを進めていこうと思います。無駄にはしない。伊豆地、よし行くぞ。もらっていく。最終最終。星にはねたくさんクエストありましたもんね。モンスター討伐も増えていくでしょう。よし、登れ登れ。よし登れ。諦めるな。よし、うん、ちょっとずつね慣れてきた。よしよし、よかった。フクロウ、フクズクちゃん、うん、慣れてきたといえば、まあこの顔にもね慣れてきましたね。最初も眉毛が嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、うん。うん、めっちゃ光ってますね。爆発してますね。すごいいい瞬間ですね。はいね、なんか爆発してる。このままどっかワープしそうですね。はい、終わりました。はい、では、次回は、里の星2のクエストをやっていきたいと思います。それでは。